体を整え、私たちの健康を維持する上で欠かせないのが腸内の善玉菌です。その善玉菌の代表が乳酸菌。乳酸菌は大きく分けると2種類あります。それがヨーグルトやチーズなどに含まれる動物性乳酸菌と、味噌、漬物などに含まれる植物性乳酸菌です。その植物性乳酸菌が日本人に身近なある食品からも発見されました。それがお米。これは私たちの健康や美容に役立つ大発見なのです。そもそも植物性乳酸菌は日本人と関係が深い乳酸菌でした。日本にミルクというのが入ってきたのも江戸時代の末期、明治時代の頭ぐらいなんですよね。日本人は乳酸菌の接点がそれまでなかったのかというと、そうではなくて、日本の伝統食品の中に、漬物であるとか味噌であるとか、こういったものにも乳酸菌はしっかり生きています。そういったものとずっと日本人は接点があったわけです。その乳酸菌は全て植物性の乳酸菌であるということですね。その植物性乳酸菌は動物性乳酸菌と大きな違いがあります。植物性発酵食品の材料である植物は栄養が乳と比べるととても少なく、植物の持つ抗菌物質や他の雑菌も生存している環境です。植物性乳酸菌はこの過酷な環境の中での生存競争に勝ち抜いた選ばれた乳酸菌なのです。米どころ新潟県に本社を構える亀田製菓。1957年創業の日本を代表する米菓メーカーです。亀田製菓のお米総合研究所、お米由来の乳酸菌の研究はここで始まりました。米菓の基礎研究の段階の時に、製造の時の微生物の制御っていうようなものも取り入れて研究の対象としていたんですけど、その過程で乳酸菌ですとか、そういったものが生息していて食品に応用できないかっていうところから研究が始まっております。そこで植物性乳酸菌研究の第一人者、岡田早苗先生に共同研究を持ちかけました。私も植物性乳酸菌というのはヨーグルト乳酸菌よりもいろいろな機能性も高いということは感じてましたので、それを具体的に実験していくということで一緒に研究を始めたということになります。しかし世の中に数多くある植物性乳酸菌、その中から優秀な乳酸菌を選び抜くことは容易ではありませんでした。何度も何度も試行錯誤して何百といった株をいろんな植物性の食品から回収してきて、それを機能に分けてスクリーニングしていいものを選んでくるっていう、それが一番苦労した。植物由来の乳酸菌といってもたくさん並べて実験しますと、やっぱり活性の低いものから活性の高いものまでというのが出てきます。そこの中で最も優秀な乳酸菌をピックアップしたということになると思います。地道な研究を繰り返した結果、ついに世界初お米由来の乳酸菌の開発に成功したのです。研究者として注目しなかったところを注目して気を分離してくれたなと。研究者でさえ注目していなかったお米由来の乳酸菌、さらに亀田製菓はお米由来の乳酸菌をさまざまな食品に配合するため加熱殺菌体にする技術を開発しました。その後は機能性表示を得るためにさまざまな試験を実施、その過程で発表した研究論文数はなんと18本にも上ります。その結果、加熱殺菌体の機能性表示食品受理実績ナンバーワン、植物性乳酸菌の機能性表示食品受理実績ナンバーワンという実績を上げることができたのです。亀田製菓ではお米由来の乳酸菌の可能性をさらに広げ、日々の健康のサポートに役立てられるよう研究を続けていきます。
亀田製菓はこれまでの長い研究からより優れた2種類のお米由来の乳酸菌を選び抜きました。それが K1 乳酸菌と K2 乳酸菌です。これら2つの乳酸菌は動物実験および人に対しての臨床試験を行った結果、さまざまな優れた効果があることが報告されています。 K1 乳酸菌が発見されたのは、古くから日本人が食してきた玄米。その K1 乳酸菌が持つ効果は整腸作用。便秘気味の成人男女に K1 乳酸菌を2週間摂取してもらったところ、整腸作用の効果を得られるという検証結果が出ました。整腸作用に効果があるとされる1日あたりの摂取目安量は 50mg。 この量はヨーグルト5個分に相当します。しかし K1 乳酸菌であればわずかこれだけ。肌の保湿作用。肌の乾燥を感じる女子大生に K1 乳酸菌を6週間摂取してもらったところ、肌の水分の蒸散量が抑えられ潤いを維持するという検証結果が出ました。肌の保湿作用に効果があるとされる1日あたりの摂取目安量は 100mg。 この量はヨーグルト10個分に相当します。ですが K1 乳酸菌であればわずかこれだけ。これらの効果が認められ K1 乳酸菌にはダブルで機能性表示をすることが可能になりました。そして K2 乳酸菌が発見されたのはお米を原料とする酒粕。その K2 乳酸菌が持つ効果は抗アレルギー作用。アトピー性皮膚炎の患者に K2 乳酸菌を12週間摂取してもらったところ、全身の症状に改善が見られ発症箇所が少なくなるという検証結果を得られました。免疫力向上。健康な成人男女に K2 乳酸菌を12週間摂取してもらったところ、冬場の風邪用症状を示す日数が少なくなるという検証結果を得られました。さらに K2 乳酸菌には抗肥満効果、花粉症の改善なども期待されていて、さらなる研究が続けられています。 K1 乳酸菌、K2 乳酸菌はさまざまな食品に配合することができ、さらに加熱殺菌体のため食品の味や香りなどに影響を与えることもありません。これからも乳酸菌以外にもお米由来の健康成分というものに着目しまして、で研究を続けていきたいと思っております。私たち日本人に最も身近なお米由来の乳酸菌 K1 菌、そして K2 菌。亀田製菓では日本の食生活を支えてきたお米から見つかったお米由来の乳酸菌の可能性を追求し続け、食を通して人々の健康と美容に貢献していきます。